今日は岡山県赤磐市にやってきました。地蔵院というちょっと山の中に入ったところにある、まあ、仏閣施設なんですけど、ちょっとね気になったので行ってみようかなと思います。草木が生い茂って参道には行けない、通れないような、ね、感じになってるので、この道多分車専用のね道です。これちょっとここ通っていこうかなと思います。よし、ここに車を止めるような感じです。無理ですね。ここは
こになんかお地蔵さんかなんか立ってたのかもしれないです。おそらく多分ここからまあ、下からここまで登るような感じだと思うんですけど、もう道がない感じですね。まあ、定期的にまあ、花とかそういうのを持ってきてくれる人がいるみたいですね。掃除をまあ時々っていう感じですかね。今の時期が草木がね生い茂ってるので、まあ、ちょっと分かりにくい感じですね。建物がどういった建物なのかとか、まあ、ここがどういう感じなのかっていうのが、まあ、ちょっと本当に冬とかちょっと草木が落ち着いた時にまた来ようかなと思います。なんか歴史を感じるようなスポットだと思います。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。